S2 は銀河系の中心部に存在する電波源、いて座栄に非常に近い位置にある構成である。S2 の中の S は赤外宣言を意味する。ヨーロッパ南天天問題の新技術望遠鏡に搭載した高分解能を殺像システムでいて座栄のごく近傍を観測することで発見された。S2 は軌道周期15.9年。 金星点距離約17工事の軌道でいて座栄の周囲を回っている。海洋性軌道の4倍以上の距離がありながら、公天周期は木星と3割しか変わらない。そのスペクトルから S には質量が太陽の14倍以上ある早期の B 型、主系列性と推定され、ヘリウムが豊富にあることから強い構成磁場が発生しているものと考えられる。 銀河系中心に存在する超大質量、ブラックホール候補、いて座栄の周囲を公転する S2 及び他の5つの構成の軌道。S2 の C1 の変化は銀河系中心にある超大質量、ブラックホールの存在を証明するための一つの手段としてモニターされている。S2 の軌道が分かれば、それをケプラー回転と照らし合わせて S2 を 重力的に束縛する天体の質量が推定でき、その数値によっては、ブラックホール以外の可能性を除外できるからである。1992年以降、NTT の他に、ケック望遠鏡、VLT なども駆使して観測が続けられ、いて、ザ・ A がブラックホールであるという証拠が蓄積されている。2008年には、1992年に観測された位置まで戻り、 光天軌道の全位層が観測されたことになる。S2 の他にも、いて、座 A の周りを回る構成はいくつかあって、同様にモニターされているが、S2 は、光天周期が短く明るいので、この観測では、特に重要な役割を果たしている。観測は主に、マックス・プランク地球外物理学研究所と UCLA を中心とする2チームが行っており、いて、座 A を回る、 S2 の軌道運動の観測結果を用いて地球から銀河中心までの距離とブラックホールの質量を決定しようと試みている。最近の結果では中心までの距離は8.28プラスマイナス0.44キロパーセク、いて座栄の質量は430万対応質量と推定されている。軌道の金星点における S2 の軌道速度は 約尾遅く 5000km にも達し、その時の更新加速度は約尾遅く 1.4m にとなって、これは地球表面の重力加速度のおよそ1、7である。S2 の軌道は、いて、座栄の近傍にある、他の天体を見つけるのにも使える。S2 が通る空間には、多数の構成の他に、ブラックホール、中性子星、白色外星などの暗い構成の残骸も存在する。 それらの天体は S2 の軌道を生み出し、ケプラー回転から徐々に S2 をずらしていく。そのずれを解析することで合計してもいて座栄の1%に満たない周辺のコンパクト性の質量に制限を加えることができる。S2 は強力な重力場を発生させる超大質量をブラックホールの近傍にあり、その周囲を交転しているので重力レンズ、 重力赤かった変異、近天の消音運動などの一般相対性理論が予測する効果や余剰次元の効果を検証する良い実験場ともなる。それらの効果は金星点で最大となる。ありがとうございます。